どうもこんにちは、まおちゃんです。今日はですね、薬が高すぎてびっくりしましたという話をしたいと思います。はい、まあ、というわけでですね、まあちょっと先日も話しました通り、先月2ヶ月というか1ヶ月丸々ほぼ風邪ひいてたみたいな、で2回目はちょっとコロナっぽかったっていう中からの後遺症に悩まされてるって話をしたと思うんですけども、見てない方はちょっと概要欄に動画貼ってますんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、まあそんな中ね、ちょっとね、やっぱちょっときつめの、きつめのというか、あ、俺の中でちょっとしんどいなーっていうのが、やっぱ咳が出る、嫌な咳が出るようにやって、うん。で、なんか胸もちょっと痛いっていう感じの、ちょっとこの辺に、煩いを感じてまして。そうそうそう。嫌な、前出なかった咳が出るようになって、まあ鼻詰まりとかね、味覚ちょっとあれなのも嫌なんだけど、まあそれは、まあまあ別にしょうがないとしても、やっぱこっちはちょっと夜中咳込んだりなんだかんだりするから、ちょっとこれは問題があるね、というところで、もう薬を買おうと思ったわけ。やっぱさ、まあそういう時にね、病院行くのが一番いいんだろうけど、普通の人はね。もう病院大嫌いなんですよ、ほんと。なぜなら混むから。もうそれだけ。混むんだよ、病院って。もう暇老人の集まりじゃん。暇老人会開催中じゃん、毎日。本当に。あのシステムはマジなんとかしてほしいなーって常々思ってるんだけど、まあまあそういうのもあってね。結局病院行くとめちゃくちゃ時間取られるからすごい嫌なんだよね。で、時間取られるって言ったら結局自分の診察なんか5分もかからないぐらい ?5 分10分でしょ?あと全部待ち時間だもん。まず診察までの待ち時間。会計までの待ち時間で、薬できるまでの待ち時間、もう待ち時間ばっかなんだもん。いや、それこそなんか医療崩壊とかなんか言ってるんだったら、その辺直せよって話だよね。あ、一般企業だったら確実潰れてるからね、あんなクソみたいなサービスのところ。でしょ?だって待ち時間の合計が1時間とか1時間半かかるのに、実際に自分に影響するようなところって、トータル10分ぐらいだと思うよ。診察から会計からみたいなところだから。こんなさ、悪いサービスねえよって話な。まあそういうのもあって、病院行きたくないんでね。だから市販薬買おうと思って。で、振り返ってみたときに、自分で市販薬買った記憶があんまりないんだよね。そうそう。うん、っていう、なんか、ただ、まあ自分なりのイメージがあって、市販薬の相場感みたいなのがあって、まあせいぜい1000円ちょいでしょっていう。まあその期間とかね、その辺どのぐらい持つのかわかんないけど、なんとなくね、1000円ちょいだなっていう、こう自分なりのビジョンがあって、買いに行ったんですよ。あ、で、まあ自分の症状を自分なりにね調べた結果、なんか喘息息みたいな、読み方違うのかもしれないけど、なんかそんな症状だったのよ。で、それに合う薬はみたいな感じで調べたところ、まあ出てきて、なおかつ自分なりに考えた時に、まあ、ダスモックっていうね。ダスモックっていう、なんか、タバコ吸って肺がおかしくなった人間用の薬があることが分かって、あ、これだなと思って。そうそう。で、この動画でもね、何回も出てきてます。ウェルシアにね。初めて薬局としての、ドラッグストアとして、ウェルシアに行きまして、で、買いに行ったわけですよ。まあ、本当にね、すげえ薬あってさ、初めて、か?ほぼほぼ初めてくらいちゃんと薬コーナーに行って、薬見てきたんだけど、まあほんといろんな薬があるんだけど、まあね、風邪薬コーナーみたいなちゃんと見ながら、どこかどこかな、風邪薬じゃねえんかな、とか言いながら探した結果、ダスモック見つけたわけですよ。おー、ダスモックあったっつって、パッて見たら、3000円。と思って。嘘でしょ ?3000 円俺の相場の倍なのよ。俺が思ってる薬の相場の倍でした。もうぶっちゃけ話が。いや、3000円と思って。ただ、その隣に1500円、半額ぐらいのやつがあって、ああ、こっちは相場感通りだわ、と思ったのよ。で、まあ、見たら、半分なんだよね、容量がね、要は。だから半分なんだよ。その、まあ、そのまんまなんでね、まあ、薬だから定価なんてほぼ同じようなもんだから、そうなっちゃうんだろうけど、まあ、だから、容量半分なのよ。で、俺の中で、まあまあ、一週間もありゃ、十分なら一週間分ぐらいあれ多分いいんじゃねっていう感じだったから、あ、じゃあこの少ない方でいいやと思って、
で、バッて手に取ってよくよく見てみたら、40錠入りかな ?40 錠入りなのよ。確か。うん、もしかしたら間違ったかもしれない。うん。で、ってことはさ、普通に考えて40錠ってことは、ああ、1日2食で、要は1日4錠飲むとして、10日分あるんだと。あ、これで十分だわ、と思って、さらによくよく見てみたら、まさかの1回5錠って書いてあったのよ。嘘でしょ。1回5錠なんて薬あるの、未だに。初めて見た。1回5錠よ。1回5錠。つまりさ、1日10錠なわけだ。で、それ2食だからね。あ、2食ってか2回分。1日2回の服用なんで。ってことは、1日10錠。40錠ってことは、4日しか持たなくねみたいな。それで1500円と思ってさ、びっくりした。で、俺の中でやっぱ1週間ぐらいちょっと飲み続けたい的なところがあったから、ってことはこっちっつってパッと見たらやっぱさっきの80錠って書いてあるわけよ。もう一個の3000円の方は。うわ。ってことはでもそれでも8日しか持たない。5錠。1回5錠で、1日10錠の8日でしょ?だから、8日しか持たねえのみたいな。8日で3000円?いやー、ちょ、びっくりした。で、それ、錠剤タイプで、粉末っぽいやつなのかな?もうあって、もしかしたら粉末タイプだと安いのかなーって見たけど、全然安くなかったね。ほぼ一緒。ほぼ一緒でした。やっぱり、要は8日分、要は80錠入り8日分が3000円で、4日分、40錠入りが、1500円っていう、あの値段は変わらなかったんだけど、まぁ、ちょっとね、ほんとね、びっくりした。びっくりした。あ、貧乏人はさ、やっぱ薬すら買えねえんだなと思ったもん。市販薬すら買えねえんだ。まぁ、市販薬の方が高くつく可能性あるね。だから、まぁ、病院の診察料かかるからなんとも言えねえけど、薬自体は意外とやっぱ高くつくかもなーって思ったね。ただちょっと3000円はマジびっくりした。1週間3000円ってこれ1ヶ月続けたらもう1万2000円じゃんみたいな。いやいや、これはね、ちょっとね、なんか切なくなったね。びっくりしたし、まあ、痛かったけど、買ったけどね、結局ね。懐も痛かったけど、一番はなんか、あ、なんだろう。貧乏人の病気になったら死ぬしかねえんだなって、ほんとなんか改めて思ったね。思った。うん。いや、ちょっとなんかね、さすがにね、あの容量でちょっと、3000円はちょっとねえなーって、びっくりしました。はい。まあね、皆さんもね、ちょっとこれから病気になったりするときにね、市販薬で治そうと思って、薬局とか行くときあると思うんですけど、見てみてください。びっくりします。なんか全部高い。うん。もしかしたらダスモックだけ高いのかもしんないけど、いや、多分ね、全部高いと思うよ。ちょっとびっくり。本当金がないと死ねってことですね。病気にならない奇跡的なね、素晴らしい体を作るか、病気にかかって金がなかったら諦めるっていう、ね、世の中そういう風になってんだなって、本当勉強になりました。はい。皆さんもね、ぜひね、体にお気をつけいただいて、市販薬買わないで済むようなね、健康的な生活をしていただければなと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、今度も喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。